体はなんていう機体ですか。これは忍者、ね、忍者という機体、はいはいはい、結構あこのクラブにも確かいますね。そういえば、真っ赤なやつ松田さんという方が乗られてますね、はい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 、で、塗装がレッドブルですね。レッドブルカラーで、あのレッドブルからいくらかいただいてます。いやいや、これから申請しようと思ってる。あ、なるほど、はいはいはい、あ塗っといて後から申請すると。いやそれは逆なんですけど、くれたらひょっとしたらという。そうですか。どれぐらいウルトラライト飛んでみます？経歴としては。経歴としては20年ちょっと。ああ、もう大ベテランですね。いえいえ、はい、ということは最初はどこら辺の機体から始められたんですか？最初はきっかけはパラグライダーから始まりまして、はいはいはい、でその後にトライクという、はい、体重移動する体重移動型の、はいはい、ウルトラですね、はい、でその後に今度スカイダイビング少しやりまして、はい、で今度は体重移動ってなくてこの座面操縦型っていう、はい、今チャレンジしてますね。もういろいろもうやずっとやられてそれでまたこれということですね。ですね、はいはいはい、なかなかやめられないですね。やっぱり飛ぶの面白いですか。面白いですよ、そうですか、ね、あで、座面っていうのどうですか、操縦桿で飛ぶというのは。そうですね、今まで体重移動型が長かったんですけれども、こちらの方はかなり力といいますか体力を使うんですけど、はい、座面操縦の場合は本当のちょっとスティックだけで軽い感じで、はいはいはい、操縦できますね。体力いらないわけですね。体力はそれほどいらないですね。あ、そっか。体重移動型っていうのは自分の体重をこう手で動かしてるみたいな感覚になるんですか。そういうことです。ですから、はい、結構1時間も飛ぶと腕とか疲れますけれども、ね、はいはい、ダメージの方はさほどでもないですね、はい、そうですか、はい、いつもどちらで飛ばれてますか。いつも赤城エアスクールというところで、赤城エアスクールですね、こちらの方で飛ばしてもらってます。群馬県ですか。群馬県の伊勢崎になりますね。あ、伊勢崎、はい、そうですか。どうもありがとうございました。あ、いえ、こちらこそ。